はい、どうもこんにちは、ハイソンの、商品開発担当の花村と申します。本日はよろしくお願いします。はい、どうもハイソンの石つぶて担当、山男のストームでございます。よろしくお願いします。研修であったよ。研修であったけど、は所属山なの。山だよ、俺ちょっと山配属で。体験が大変じゃない、輸入とか。いや、輸入大変なんだけど、全部岩くがやってくれんの。全部岩くがやってくれるから。はい、で、新人研修員のキムカワです。まあ、そう、キムカワ君は日本語があまり上手じゃないんでね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと設定守ってるからね。確かに、設定守ってる。はい、というわけで今回はですね、はい、まあ、我々の近くにあるコンビニといえば何でしょう。セブンイレブン。セブンイレブン、正解です。正解です。ということで、はい、私その気づいてしまったんですけども、あのセブンイレの商品には、例えば焼き鮭でも皮がパリパリ美味しい焼き鮭みたいな感じで、購買意欲をそそる就職が書いてあるんですね。なるほど、はいはい。で、コンビニの売り上げというのはですね、やっぱりその就職にかかってると言っても過言ではないなるほどいうことなので、今回は、まあ、我々であのセブンイレさんが考えたその就職語を当てようというのが今回の。あー、なるほど。だからクイズなんですね。クイズ、大喜利じゃなくてクイズなんですね。クイズです。やっていきたいと思います。はい、 Make it possible with 僕のシフトは2時から深夜の3時まで。はい、はい、それでは1個目、はい、問題です。この商品名は福神漬けです。福神漬け、テーマ福神漬けね。福神漬けです。はい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 。でも当たって当然ですよね。うん、はいはい、どうぞ。カレーに程よく合うように設定された福神漬け。 70% です。おお、結構合ってるやん。わかった。リンゴと蜂蜜とローリ溶けてるハウス福神漬けカレーもうちょっと受けてよ。はい、じゃあいきます。鈴木福オフィシャルファングッズ、鈴木福神漬け。もうそっち行ったよ。もうそっち行ったよ。ほんま行ったよな。もうカレーに一番合うのは何。第1回福神漬けを。行ったなお前。行ったなお前。いや、これはまあ企画です。はい、はい、食感のニューウェーブ福神漬けの。それおもろいわ。なんかもう第1問目です。1問目。そうだね。そうなんですよ。はい、だね、うん、あ、これ完全解答。カレーに最も合う。あー、惜しいです。カレーによく合う福神漬け。正解です。しゃーい。俺がセブンイレマスターじゃん。ほとんど俺がだって近づけて、俺がだからさ、スルーパス出してるやんか。でお前が勝手にダイヤゴナルランしただけ。ダイヤゴナルランしただけ。俺がヘディングしてるときだ。勝手にそんなん走っただけやん。よかった。僕が今頑張ってくれ。ちょっとガリ言ったけど、これ言わせたけど、見せてみせて。なんだかんだと言われた。答えてあげるからやるのだったっけ。味覚の飽きを防ぐため。カレーのうまさを守るため。うまいうまいうまい。辛みと甘みの酸味を貫くラブリーチャーミーな引き立て役まで書いて、あ、足らんくなった。次の問題は、そうですね、塩原骨です。何それ何それ。これです。こういう感じ。あー、はいはい、理解理解。あられみたいな感じ。まあ、そんな感じです。大きいあられ。森のバター。塩原骨。アボカドです。あざっす。一旦食べてみます。じゃあ、あー、確かにそれで形容できる。確かに、それ確かに試食するの大事かもしれない。え、普通にうまい。うん、これ食べてんけど、ただの塩じゃなかった。俺どさくさに紛れてたまに妙盤が混入してる塩原骨。まあ、結晶がちょっと形が形がちょいちょい。よく見たら黒ウンも入ってるみたいな。いや、よく見たら黒ウンも入ってる。俺らやばいやろ。はいはい。メガトンパンチ、いや、塩原骨。いや、お前ちょっとなんかこれと発想似てんな。俺は日本でしか作られない、いや、いや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 、他国に作らせない。着眼点はお米です。やっぱそうやな。はい、秋田小町あるある、雪に耐えがち。雪に耐えがち。賞味期限ベージュの塩原骨。やばお前、俺と同じ発想したじゃん。やばお前、今日ちょっと思考でやばいやばいやばい。え、俺たち今書こうとしたらさ、え、88歳が作った。ベージュじゃんけ、それ。いそう、いそう、だいぶいそうじゃん。だいぶ近い。かなり、なんだか、うなり発生しましたね。いや、確かに。コンドラチの波。今結構びっくりした、ほんまに。コンドラチの波入ってる、俺今。小玉舞。カタツムリみたいな。それはおもろい。はいはいはい、じゃあ僕最後いこう。はいはい、オッケーオッケーオッケー、行こう。一流税理士とクジャクマイク。経
決定的なヒントみたいなない？噛むほどに。あー、噛めば噛むほどに。はい、はい、噛むほどに米の旨味が広がる。合ってるやん。もうほぼ正解です。おい、でも正解でもさ、おーとはならへん。じゃあ次、4問目です。そのラストでいいよ。これは黒蜜きなこ餅です。黒蜜で？あ、そうですね、黒蜜きなこ餅です。はい、はい、もちもちきなこ餅。黒蜜どこに？黒蜜、いや、もちもちきなこ餅、もちもち、黒蜜。早口言葉風なんや。お前が言ってる。いきます。はい、おもちにゅーおもち。黒蜜ガンガンきなこ餅。全然って言うか誰も知らない。元ネタ。元ネタ。琵琶湖ワンワン王国。あ、きなこワンワン王国。洗脳されすぎて今きなこワンワン王国かと思ってしまった。え、合ってるかの？え、違います。和菓子ワンワン王国。おい、はい、はい、コンドラチェフの餅。50年ぐらいかかるんだ、少ないんだ。そうだ、50年ぐらい。はいはいはい。和菓子俺らさ、俺らどうやってやった時はさ、あの文章で絶対伝わらへんから。そのメロディー奥パー伝わらへんから。6文字です。え、6文字です。モルワイであるある面積が外れがち。何はされます。地図の話してる。地図の話してる。マジレス、マジレス。地図の話してる。今の要素にこのシルエットが若干関係してます。どのシルエット？日焼け止めを塗っても意味ないよ。黒蜜きなこ餅。ありがとうございます。やります。和菓子屋でもつくんやろ、どうせ。和だけ入ります。和だけ。モルワイデズポ。言い方、言い方ゲバ。和が大事っつってたよ。和が大事っつってたよ。当てるきね。ワルサー PPKS。 コナンの世紀末の魔術師の犯人が使った拳銃の名前。若さ博士が食べてこないかもしれない。続きまして、あの服部平次も試合前に食べたみたいな。ちょっと平次、このもちもちもちとちゃう。あ、もういいえ。東大博士が落としたら帰宅もちもこぐりゃでかとなる。かとなる。あ、100m の高さから落としてもコンクリのように硬くならない帰宅もち。ああ、なるほどね、なるほどね。あの、そういう要素もあるんじゃないですか。疲れてる。ちょっとじゃあもう一旦ヒント言ってみ。ヒント言ったら世界変わるかもしれない。世界とりあえず流れ変えた方がいいよ。今まで言ったのはひらがなにして6文字、6文字、言葉にして言いたくなる、和の要素がある、もちもちの要素がある。我こそはクラムツキナコでござる。もう流れ変わらなかったな、お前の一言で。いやいや、流れ変わらなかったな、すんの一言で。別に今そういうのでいいかなと思って。大丈夫です。こう折りたたんであるよ。はい。あ、和オムレット。違います。わかった。和もちの巻き。もう一回言ってください。和のもち巻き。違います。和巻きのもち。違います。あ、じゃあ、わかった。和もちの巻き。いいかよ。結構近いでしょ、さすがに。一文字違いです。じゃあ、どの6文字使うかだけ書いて。54順に。わもっちまき。正解です。あっさり、あっさり。はい、ということで、はい、すんくんが司会最後、締めてください。ちょっとまあ、そうですね、疲労困憊。今日この動画は僕はワインの動画で疲れました。